インターラー県東駅は、スイスのベルン州にある、リゾート地、インターラー県にある、鉄道駅。かつては、インターラー県税関駅と呼ばれていた。インターラー県には他に、インターラー県西駅がある。インターラー県東駅は、ベルナー・オーバーラント鉄道、セントラル鉄道、ブリューニック線、BLS 鉄道トゥーンコ線の3つの鉄道線が、合流する重要なジャンクションである。 スイス連邦鉄道とドイツ鉄道の旅客列車もトゥーン湖線の線路を使用して乗り入れている。また、この地域のスイス郵便バスのネットワークの起点であり、STI 交通バスの路線がトゥーンまで伸びている。BLS 鉄道が運営する旅客線がブリエンツ湖からアーレ川を航行して駅近辺に発着している。年、デアリン,ンからトゥンを経由して、 インターラー県駅まで標準機のベーデリ鉄道が開通した。その2年後の1874年には、ブリエンツ湖畔のベーニゲンまで鉄道が延伸され、その途中にインターラー県税関駅が設置された。当初、この路線はスイスの鉄道網に接続しておらず、もっぱら、トゥーン湖とブリエンツ湖の蒸気船に接続するためのものとして利用された。 1893年にはトゥーンまで路線が延伸され、その後はベルンにまで至り、最終的に BLS 鉄道の一部となった。インターラーケ県東駅に停車する茶色とクリーム色のキ塗装のベルナー・オーバーラント鉄道車両。1890年、観光客が多く訪れるラウターブルンネミア、グリンデルバルトまでをつなぐメーターゲージのベルナー・オーバーラント鉄道が、 インターラー県税間駅を終着駅として開通した。その結果、インターラー県税間駅の重要性が増し、駅名をインターラー県東駅と改め、同時にそれまでのインターラー県駅はインターラー県西駅となった。その間、1888年にブリエンツ湖のブリエンツからルゼルン湖のアルプナフハシュタードまでメーターゲージのブリューニック線が開通して、 インターラー県からルツェルンまでが帰線と鉄道により連絡した。さらに1916年にはブリューニック線がブリエンツ駅からインターラー県東駅まで延伸され、インターラー県からルツェルンまでは鉄道でつながった。インターラー県東駅からベーニゲン駅までの標準記路線の旅客運送は1969年に廃止されたが、線路は撤去されずに、 BLS が使用している。東側からの写真。左手前からベルナーをオーバーラント鉄道。右手前からブリューニック線。右奥からトゥーン湖線が入線している。西側からの写真。手前が標準機のトゥーン湖線で奥で折り返す。その右が米2面に至る線路で奥で緩く右方向へ向かっている。車庫の右側はメーターゲージのブリューニック線で 奥で高下に上がり米二元線とアール川をまたぐ。ベルナー・オーバーラント鉄道は右側で写真に入っていない。西側からの写真。トゥーン湖線が手前から駅の最北側のホームに入線している。右側のホームがブリューニック線。三方向から路線が乗り入れていながら入線する旅客運送のすべてがこの駅を執着とする特徴的な構造を有している。 機関と電気回路がが異なななってていいいるため相互乗り入れがなされさいいすなわち、トゥーン湖線が標準機であるのに対し、ベルナー・オーバーラント鉄道はメーターゲージである。また、ベルナー・オーバーラント鉄道は直流線5 0 0トであるのに対し、その他に路線は交流1 5ルトである。ブリューニック線とベルナー・オーバーラント鉄道のホームは終点となっており、駅の西側に 線路はない。これに対して、標準機の線路は、旅客車両が駅の東側に走ることはないが、線路は 1km ほど続いていて通過できるようになっており、米二元方面での BLS 鉄道の使用に供されている。ホームは8番線まであり、駅舎のある南側から3線が、ベルナーをオーバーラント鉄道、次の2線が、ブリューニック線、北側の3線が、 トゥーン湖線のホームとなっている。以下の列車がインターラー県東駅で運行されている。ありがとうございます。